はい、日本美術で元気にする収穫の田中でございます。ドメスティックエイリアンズ、残すところあと4日になりました。今日は、7月の9日の木曜日の午前中でございます。柿沼博樹君とそれから、高木陽子という2人の作家の、ジョイント展覧会みたいなことやってますけども、こちらが柿沼君の作品ですね。で、これがもう出来たてのほやほやの作品ですね。これね、実際のヤギをですね、生きてるヤギをですね、うちのスタッフの、近所で飼ってまして、それを取材して、その取材の画面がここらしいんですけどね。これはうちのスタッフでですね、マイナツクって言うんですけど、らしいです。で、こうやってずっとこうヤギがこう移動してって、とにかく大量に書き込む、この書き込みの量が、書き込み芸術ですよね。この辺は銀座の街から取材したらしいですけどね。まあ、一貫して彼の作品っていうのは街と、それからそのいろんな生き物がこう混沌とこう混じり合って、その中で、人とか人以外のが共生してるっていう。で、その中でもその、これ大変な大パニックのようですけど、みんな何か大パニックでもない、割と冷静にいる中 で結構こうやって怒ってるね、人とかね、悲惨な目に遭ってる人もいるんですけど、全体としては平静でいるっていう、いわば今の社会の縮図みたいなね、作品だなと思いますね。今の社会も実にいろんな悲惨なこととか、パニック的なことも起こってますけど、一方で僕ら毎日ねそれなりに冷静に来てると思うんですけど、それをこう一つの、なんていうかな、カリカチュアとか、別にこれ冷たくないですね。彼性格冷たくないからね、この世界を映した箱庭みたいなもんですかね。そういう作品じゃないかなと思います。彼はものすごく日本でも人気ありますけど、海外でも人気あって、フィリピンとかいろんな国で彼はとても注文が殺到してます。はい、そんなことで、これなんかはこれはカニ星人がなぜかこう東京タワーじゃないらしいんですけど、東京タワーみたいな、鉄塔をこう襲ってるんだけど、襲ってるようで遊んでるようでもあり、でその中がカニ星人みたいな、これカニの殻かぶった人間みたいなのがいてですね、でこれなんか頭をみんな押さえてるんですけど、カニ星人は頭が重くて手で支えないと歩けないんだそうです。このいっぱいいるカニと子供のなんかあいの子みたいな服着て歩いてるんですけどね、この人たちは一体何なのか、作者本人もあまりよく分かってないのかもわかんないんですけど、これはいわばその異物同士の共生っていうのはやっぱりテーマなんじゃないかなと思いますね。そんなことで、こういうでっかいタブローもありますけど、こういうこう一点物のやつをものすごくこの古い、西洋の伝統技法を使いながら、彼独特のこの世界を表して、ものすごく一点一点が出来栄えがものすごく精緻で素晴らしいです。こういう世界を展開してますので、こちらの方ももしよろしければ実際にいらしていただければと思います。銀座ですね、雨降ってて雨足もありますけど、今ちょっとね小雨になってて、出ようと思えば出れるんじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。